こんにちは、長保寺の清徹です。一切史上質無仏性ということで、生きとし生けるものにすべて仏となる可能性がある。仏というのはつまり、仏教でいう一種のゴールですね。そこが一応、目標にしているということになるわけなんですけども、日本を中心とした大乗仏教の世界では、生きとし生けるもの、すべての生き物はいずれ仏となる、そういう可能性を秘めてるんだと。仏とならないものも一応あるわけですが、それはその、選択の自由というかね、菩薩として、仏にならずに、悟りは開いてるんだけど、この世にとどまって、人々を救うとか、いろいろ、選択肢というかバリエーションというかいろいろあるということになるわけなんですけど、この仏性があるということになるとですね、つまりそのゴールとして仏となった、お釈迦様とかね、あと阿弥陀様とか薬師如来とか、想定されるわけですよ。で、全ての生き物に可能性があるということで、実際ですね、仏となって一応お経に名前があるだけでも、三千仏名経とかねあって、三千とか、実際ですから阿弥陀経とか法華経とか、いろいろ他にも仏の名前が書いてあって、その同じ仏でもまたいろんな別名というか異名というかあると、されていてですね、ほとんど、理論的にはですね、星の数ほど仏がいるということになるわけです。で、仏教とか、インド発祥の宗教すべからくそうなんですけど、輪廻転生というものが当然のことごとく前提とされてるんですけども、仏教もですから今仏にならなくても生まれ変わって仏になるんだということでですね、お釈迦様の前世の物語というのは多種多様に、それこそ何百種類もあると思います。ですから何百回も生まれ変わってるということになるわけなんですけど、その説話がたくさんあるわけですよ。で、特に南伝仏教ですね、パーリ語とかタイとか、チベットなんかもそうなんですけども、日本で知られてないようなお釈迦様の前世の話というのもたくさん実はあるということなんですよ。で、仏がですから、前世の仏、修行時代の仏っていうことになるわけですけど、理論的にはですね、理屈を敷衍してずっと解釈していくと、こういうふうに話をしている私自身も、この画面を見ている皆様も、いずれ仏となるその途中のプロセスの過程にいると、行ったり来たりするかもしれないし、迷うかもしれないし、いろんなことも紆余曲折あるかもしれないけども、いずれそれは仏となる、ための、修行の段階であったということになるわけです。で、そうするとその仏というのはたくさんいて、ですから修行を完成した、ですから神様というふうに 言ってもいいと思いますよ、仏でも。その仏教ではね、仏と神様はちょっと違うんですけど、でその仏様がたくさんいるということになると、その例えばキリスト教とかイスラムなどの宗教は一神教ですから、一神教って名乗ってるくらいでね、神様は一人しかいないわけで、あとは全部神以外の存在ですよ。ところが仏教は仏そのものもほぼ数えきれないくらいいるということなんです。
で、そういう世界が、まあ、実際問題ですね、この地球上で今現在共存してるわけですよ。まあ、あとですから、その神様がたくさんいるということになると、日本の神道も、まあ、そうですし、あと、まあ、インドのヒンドゥーもやっぱり神様が、まあ、何人いるか、ちょっと私も知らないけど、何百とあると思いますよ、神様が。何百何千かな。そのやっぱり日本みたいに辻々に神様いますから、道端のね、道の曲がり角に神様祀ってあるんで、それいっぱいいるんだと思いますけど、そういうことになるとですね、一神教と多神教と、まあ、多仏と多神教と一神教というものは、この地球上で今現在共存しているわけですよ。で、そういう状況を多神世界っていうふうに言うわけです。この多神世界っていう言葉はですね、仏教学者の山売哲夫さんが提唱した、まあ、作った言葉なんですけども、これはもうだいぶ前になりますけど、第一次湾岸戦争の時かな。その時に、イスラムとキリスト教が非常に宗教的な非常に深刻な対立に陥るかもしれないということで、ローマカトリックがですね、全宗教を集めて世界平和の会議をしようというようなことをいろいろ提唱して、そこに山売哲夫さんが呼ばれて、その時に提唱した概念なんですよ。つまり今この世界は多神世界だと。で、一神教の人はその多神世界の中の一つの神を信じている人たちのグループなのであって、実際はいっぱい神様いるんですよと。もう我々から見たらね、常識というか、それが当たり前だろうということなんだけど、純粋な一神教の、まあ、信者からするとですね、例えば自分の信じている神以外は神以外の存在です。つまりお釈迦様も阿弥陀様も、まあ、なんていうんですか、東照権現さんも、八幡様も、まあ、それは神以外の存在ですよ。自分の一神教の人たちから見たらね、神ではないです。自分たちの神だけが神なんで、それは神ではないということになるんですが、まあ、それはだから純粋に理論的にはそういうことになるんだけど、まあ、その世界平和ということを前提に考えると、非常に差し障りがあるんじゃないかと。そういうことだけをですね、まあ、なんというか、多仏世界の人たちにそれを当てはめていくというのは事実上不可能なのではないかと。たったそれだけのことですよ。たったそれだけのことなんですが、その山折哲夫さんが言うまではそんなこと言った人がない。多神世界、まあ、多神教っていう言葉ありますけどね、多神世界っていう言葉は、まあ、初めて聞く人もあるんじゃないですか、このビデオ見てね。多神世界という言葉、実際はそうなんだと。じゃあどうしますかということだと思いますよ。で、まあ、私の立場から結論を言うと、純粋な一神教で、その自分の神以外は全部神以外の存在であると。神より、まあ、言うたら下の存在ですと言い切るような、組み立てをしている世界観というのは、まあ、実際ちょっと事実と全く、まあ、うまく整合性が取れてこないんだろうなとは思いますよ。